ラジオネジです。三月二十七日月曜日夜二十時二十八分を回りました。ちょっと今日遅いです。ラジオネジの夜トレい。<laughs> 夜トレの時間がやってまいりました。えー、夜トレでは同日の終値に基づく日経平均の売買シグナルそして日本株個別銘柄の買いシグナル売りシグナル転倒銘柄をお伝えしてまいります。 そしてまた皆様からのお便り紹介、ご質問、ご相談へのご回答もお届けいたします。動画の情報は参考に留めてください。最終的な投資判断は自己責任で行ってください。皆様からのメールお待ちしております。投稿フォームからまたは直メールでお寄せください。昼の動画、または夜トレで取り上げてまいりたいと思います。今日のテーマです。 3月期末、数株いつ上がる間違えるな,な。3月期末、株いつ上がるんだ <music> ということでね、3月期末になってきまして、まあ今週は3月の最終週ということで、毎日のように言ってますけど、明日28日、あさって29日が権利付きの最終売買日。 そして30日が権利落ち日ということで、31日は権利確定日ということで流れていきます。そんな中でね、株はいつ上がるんじゃっていうことなんですけど、まあ、ね、あんまり良くない状況が続いてるから、なかなか上がりづらいよねって話でね。で、今でも日経平均はどうなってるかといいますと、ウォンチャート、ちょっと頑張ってるよ。ね、27,300円ぐらいまで来てるから、結構頑張ってるじゃないか。 ね、ということです。で今日の終値バーニッ平均は、よいしょ。これ見ますと、え今日の終値は27,476円ということだったんですけどね。えー、まあ、これよりも結局、先物って300円、百5 0円ぐらい今安いから、え先物で言えば27,200円ぐらいで終わってたところから、 先物ね、2万7200円ぐらいで終わってたところから今300円ぐらいまで来てるから少し、少し持ち上がったっいうぐらいの感じで今先物が動いています。これは日経平均の6月切りのね、先物に連動する今の5分チャートですね、えー。そしてアメリカも上がっておりまして3万2600ぐらいまで来ていますので、週明け少し調子いいんですけど、 まあどうせ、まあ上がらないだろうなぁと思うんだよね。特に大きないいニュースが出るはずもなくえ、銀行が潰れなければいいっていう感じで、まだね、そんな相場なんで、なかなかね、えー、何か株が上がる期待が持てるような、出た <laughs> 出てないよねって話。で、これずーっと横ばいで、まあ横ばいもうんざりだね。 もう横ばいうんざり。一番こうのうんざりするチャートなんですけど、下がらないし上がらないしね。で、意外とね、こういうもみ合いの時ってやってみるとわかるんだけど、買ったり売ったりすると微妙に損するんですよね。微妙に損するんですよね。だからこういうもみ合いになってくると、本当に、例えばスキャルピングなんかもやりにくくって、これね、今だからモテ男ゴロンさんとか、スキャルピングの鬼の モテコロンさんとかうまくいってますか <laughs> スキャルピング大丈夫ですかなかなかね、こういうもみ合い相場になってくると、スキャルピングがうまくいかなかったりするんだよね。もうちょい動きがないとね、スキャルピングってあの、ほんの小さいね、幅をね、取るやり方なんですけど、それがうまくいかなかったりするんですよ。はい。あ、モニ,モニターじゃない、タイマーが今かかってなかった。今何分喋ったかわからなくな,なっちゃいましたけど、はい。<laughs> まあいいや。 上を見れば、はい、わかる。わかるわかる。はい。えー、で、今日は何やるあ、そう。それで日経平均から <laughs> 行こう。今日はね、ちょっとなんか、あのー、なんていうかな、眠れなくなっちゃって、ちょっと。で、最近、夕べが5時間ぐらいしか眠れなくて、最近で言うと5時間って短いんですよね。で、なんで眠れなくなってるかっていうと、音楽の制作をね、やってて、まあ、その話はまた後でします。<laughs> にしますね最初に、あんまりこういう無駄話すると、あの、真面目に見てる人がね、音楽の話とかしてんじゃねえよって怒られちゃう。音楽の話とかしてんじゃねえよ,って,うてねえよってそういうコメントもありましたんでね。いや、あのね、音楽の話とか雑談も交えてお話しするのが夜トレなのよ。<laughs> 実は。最近見始めた人はね、夜トレって何シグナル出す動画 っていうことになってるかもしれませんけど、音楽の話とか、くったらない話しながら喋るのが、あの、お届けするのが夜トれなんでね、あの、えー、目くじら立てないようにしていただければと思いますけどね。ね。目くじらの語源って何なの <laughs> 目,目くじら。ね。えー、目くじら立てないようにしていただきたいと思いますけど、クジラがなんで、ね、<laughs> まあいいや <laughs>。えー、日経平均225週。 これ日経平均ですけどね。こんな感じで今日の終わりには27,476円。91円だがっていうことでね、えー、なっております。まあ割と上にね、行こうとしてるんだけど、25円目が青いラインで、5円目がこう赤いラインで、まあこの間に入りやすいよって言ってるんですけど、明日もこの間に多分入るから、明日も27,300からちょっと強いから、まあ上100円上げて27,700円ぐらい。 このぐらいで動いていくんじゃないのっていう、そんな感じです。ね。あ、近所の桜が咲きまして、うちの近所にね、すごい立派な桜の木があるんだよね。で、そこが咲きまして、今日ちょっと動画撮影してきましたけど、ちょっと今日ね、だから、あの、動画遅れちゃってるところからお分かりいただけるかもしれませんけど、ちょっと進行がうまくいってなくて、今日は。で、えー、動画、 動画とかね、桜の動画とか撮ったんですけど、お見せできなくてごめんなさい。また、あの、やります。はい。えー、ということで、えー、桜が咲いているんですが、まだもみ合いは続くのではないかなと思います。どこまで揉み合うかわからないけどね、もうそろそろどっちかに抜けてくるんだよね。ただまあ、3月期末でしょう。で、権利はつく。 権利がつくのは29だけど、3十日権利打ちだから、ドカッとこう、30日あたりにドカッと落ちる可能性があるんだよね。まあ、そんな、権利打ちね。3十日権利打ち日で物滅だからね。<laughs> 物滅だからねって、物滅に落ちるわけじゃないんだけど、それはちょっとね、気になるところです。権利打ち日がね、近づいてるんで。さて、今日のシグナルラインなんですけど、日経平均、定例 27日月曜日の終値に基づくシグナルは、会シグナルが26,400円ということで100円上がりました。売りシグナルは28,700円ということで、これも100円上がっております。買い売りともにシグナル値が100円上がりました。参考にしてください。ということでね。今、先物は、 えー、今日の終わ値が27,500円ぐらいだったけど、まあ大体27,600円ぐらいまでね、今上がってる感じなんだけどね、場、えー、時間外ね。場中には27,500円ぐらいが限度でしたけど、100円ぐらいは上がってるんですけどね。で、ちょっと調子が良かったから、シグナルが、売りシグナルが28,700、回シグナルが,が26,400というところに、えー、決まっておりまして、ちょっと上がっております。えー このパネルでも見ておきましょうね。まずは、今日月曜日ね、えー。こんな感じでしたけど、売りシグナルが2万8700、まあ。なかなかここまではね、いかないし、買いシグナルの2万6400。ここまでもなかなか下がらないとは思うんですけど、こんな状況でシグナルが出ております。 日経平均ね。そんな状況でした。そして、だからまだ下がるの、上がるの待たないと買えないから、売れ、売れもしないし、買えもしなくて、明日はさらに、25円目ってよく言うけど、マグネット効果っていうのがありまして、25円目にくっついていくこうとするんだよね。明日は下から結構、勢いよく5円目がガッツって上がってくるし、で、25円目、青いラインも少しね、ちょっと上向いてくるのかな、ぐらいの感じになってきてるから、 少しこう上に行く可能性はあるんだけどね。いかんせん、まあ、だまあ、権利付きだし、えー、権利付き日だしね。二塾がね。だから明日、明後日は結構買いに来る、配当、配当を取りに来る人はね、えー、結構いるわけですから、そういう人たちがね、買ってくるのもあるから、で、ただ、権利打ちからこういうふうなね、流れがあるかもしれないし、っていうことです。だからまあ、悪材料が出る可能性もあるよね、っていうね。 銀行が、アメリカで銀行はやばいからっていうね。そしてあと、えー、そしてあとは、買いシグナル店頭銘柄ですが、えー、6071IBJ5202 日本板ガラス5423東京製鉄以上3銘柄に買いシグナルが出まして、売りシグナルの方はありませんでしたので、空売りシグナルなしということでした。 えー、ちょっとチャート上で見ておきますけどね。まず、会シグナル、店頭銘柄はこちら。だだ。えー、IBJ、えー、婚活のサービスですね、えー。今日の昼間の動画でも申し上げましたが、今、約3名の男性が、えー、婚活ね、えー、俺も参加するぜっていうことで参加、ご参加表明いただいてまして、まだメールの返事もできてないんですが、 えー、しかとメールは受け止めましたんで、バシッ受け止めましたね <laughs> で。で、えー、なんでうちが婚活サポートやってるのかよくわからないんだけど、まあ要するにあの春だから、まあ新しい企画っていうことでね、この,、えー、この,この春からはあのゲストコーナーっていうことで、ゲストに出てもらうっていうことでね、今、えー、新しい PC を今いろいろ整備してるんですけど、そっちでね、スカイプで、えー、ゲストを出演を。 してもらえるような仕組みを作ったんだよ、ね、で Zoom ではできない多分スカイプじゃないとうまくいかないんですけどスカイプでできるようにしたんででそのゲストに出ていただくそういう企画の中で、まあ、僕は昔からいろんな人にインタビューしたくてでまあいろんな方とインタビューではあのいろんなことをその人の経験とかで、ね、お聞きしたいってですよね。 そういう中で婚活って一つのね、えー、まあ人生模様がこう結構色濃く現れる、えー、婚活している方とかね、えー、なんじゃないのかっていうことでそれからまあ,あのやっぱり伴侶を求めていらっしゃる方真剣にねそういう方もいらっしゃるんじゃないそういうところでその株というねこの一つのつながりで株とか投資っていうつながりでね、えー、良いカップルがもしかしたら誕生するのではないかっていうような話で。 それはそういう希望もあったわけでね、えー。婚活女子の方から株、えー、をやってる人を紹介してほしいっていう、そういう女子の方からね、希望があって、で、えー、始めたんですけど、始めてみると、すごい大変で。<laughs> まず、女性の方からいろいろお聞きして、その方の性ご性格だったりとか、えー、一応ね、あのー、ズ、えームでお顔も拝見して、 んで、えー、面接を女性の方はもうしたのね。で、この後男性も面接をして、えー、そして、僕はね、結構わかるよ。わかるの、ね、よ。この人とこの人合うんじゃないかっていうのはわかるの、ね、よ。だから、まあ誰でもあ,あ,ある程度ね、えー、人生経験があったらわかると思うんだけど、まあ割とわかる方だと思うんで、それで、あ、この方とこの方は行くんじゃないかって、合うんじゃないかっていう方をこうマッチングさせていこうっていうね。そんな感じで。 まああのよく聞くのはこの IBJ なんかでね、あの見合いしても見合いしても全然決まらなくて、もう100人やってるとかね、百 <laughs> 人を見合いしてるんだけど、全然決まらないとかいう話をね、ちらっと聞くんですけど、えー、ね、そういう意味で、そのあたりを、こうこう無駄な、こう、なんていうか、空振りをちょっと、えー、ね、減らすせることができないかなと思ったりしていて、まだでも圧倒的に、 あの、応募者が少ないので、男女共に今募集しておりますので、まあ、どこまでつ、僕も続けられるかわからないんだけど、とりあえず始めちゃったから、<laughs> 始めちゃったっていう言い方あれだけど、始めたんでね、やろうと思ってまして、男女共に、婚活希望の方、えー、年齢、えー、いませんので、初婚、再婚、問いません。ので、えー、ね。まあ、ここのチャンネル、うちのチャンネルは割と深夜 チャンネルで若い方はあまりいないと思うんですけど、若い方のもちろん婚活サポートも大丈夫だし。で、今、えー、お伺いしているのはもう、えー、40代、えー、30代、40代、えー、40代、50代、60代ぐらいの。もう、ね、早く結婚しないと死んじゃうよみたいな,しごんない。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ね。だけど、そういうような方も多少、まあ、いらっしゃるかもしれないし、ごめんなさい。ね。 いろんな方がいらっしゃると思いますけど、えー、どっちかというと、年齢上の方よりでね、やっていこうこれ IBJ なんかどうなんだろうね。これ色、広いのかな。だから婚活アプリだと、ちょっとなんていうのかな。やっぱり、えー、どんな人が、うん、来るかわかんないから怖いっていう人が、この IBJ をね、利用するらしいんで、これちゃんと、えー、身分証明書っていうのなんかそういうの出して。

えーまあ、まあ高いんだと思うんですけどうちの,あの婚活サポートは無料なんでその代わりまあ本当にお紹介できるかどうかはね本当定かではないし、まあ、成婚料ももちろんいただけませんし <laughs> 成婚料が結構高いですね20万ぐらいだから毎月何万か払って入会にも多分何万かい,れいるしで成婚、えー、結婚決まると20万ぐらいっていうことなんですけどなんかね公正、えー、取引委員会が調査に入った何を疑われてるのかよくわからないけどね 5 2 0に日本板ガラスも結構いいとこまで来てるんじゃないかって最近言ってましたね。で、今日上がったけど下がっちゃったんだけど、これ、えー、っと、金曜日の段階ではいいローソクが出たし、まあいいとこ来てるんじゃないかとかね、金曜日言ってたけど、東京製鉄もね、まあ4連、えー、4連続回シグナル出てるけど、そろそろ上がるんじゃないかっていう感じのチャートなんですけどね。IBG はちょっと悪材料絡みだからちょっとわからないけどね。 ちょっと IBJ 絡みの話が長かったかもしれませんけど、まあだからあのお年を召している方で、息子さんにね、えー、お嫁さん探している方とか、えーね、女性の方で、えー、息子さんにお嫁さん探している方、娘さんにお嫁さん探している方とかね、振るってご応募ください。ああののプライバシーなどは、えー、厳守あの 絶対にに出ないように減少しますそして僕の今回のやり方は、女性、なに、その婚活希望者と僕が面接をし、男性の方の方も全員面接を僕はして、で、いきなりこう紹介っていうふうじゃなくて、えー、この人とこの人が地域的にも相性的にも合うんじゃないかっていう方を、一応、こんな方がいらっしゃいますよってお互いに、え、打診して、じゃあちょっと、ズームで話してみましょうかっていうところあたりから始めていく。 そんな感じです。はい。<laughs> なので、なんていうかな、できるだけ空振りがないようにしていきたいなと思うんですよね。お前の感覚頼みかって思われるかもしれないけど、まあ多分、えー、そんなにね、やっぱり、そういう人が入った方が多分、うまくいくような僕は気がしていて、それをちょっと、そういうやり方でよろしければね、ちょっと、えー、応募していただければと思っています。売りシグナルの方はね、ないんだよね、今日もね。 で売りの、えー、チャートは、多少あって、マクビー、えー、JTP、スタンダードとグロースがね、売り、えー、のシグナルに近い銘柄として出てますけど、ただ売りシグナルは出ておりません。売りシグナルの銘柄はなし。近い銘柄は2つ。マクビーと JTP ね、えー。そして買いシグナルの方は今の3銘柄なんですけど、 えー、三銘柄なんですけど、ともにまあ、IBJ 以外は、日本板ガラスとか、東京製鉄とか、そろそろ短期的なリバウンドはありそうなチャートですね。で、その他会員のシグナルになって、会員のシグナルは出てないけど、下げてるのが、終わりにベースで IBJ、エリア、テクノロジーズ、T&D。T&D もね、ガバちょっと告知を上げてますけどね。え、土銀、マイクラやっぱりこれ栃木銀って、地元の方は栃木銀と呼んでいるらしいです。栃木銀なんだろうね、きっとね。 マイクロハンバー価格、中山聖工所日本板ガラスはシグナル、東京製鉄もシグナル、TKP、これもまあまあ割といいチャートなんじゃないかと思うんですけどね。これグロース銘柄だから怖いけどね。日本触媒、えー、これも、えー、買いシグナル、寸前銘柄。あとはオリックス、えー、と不動産投資法人みたいな、この8級系ね。 8休系が2つ。ただ8休系は何回か言ってますけど、週足で見るとそんなに安くないんだよね。えー、オリックスもリアルエステートの方もね。特にまあリアルエステートの方はまだ高いという感じですから、まあ値段的にはそんなに安くないぞっていう。えー、これ不動産投資信託っていうのは不動産を、えー、買うような、えー、まあなんていうか、高額な投資とか借金したくても、 えー、ビルを、ビルを、ビルのオーナーみたいな感じで、えー、一部をね、投資できる。で、自由に売買できるということで、不動産を直接投資するよりも、この不動産投資信託、リートってやつね。リアルエステイトなんだろう、リート、リアルエステイトなんたらかんだらっていう <laughs>、略だと思いますけど、リート。えー、これもなかなかいい、 あのねいい金融商品なんですけどね、ヤマハ発動機も下げているということで、この辺りが買いシグナルギリギリ銘柄でした。えー、ということで、今日はね日経平均の売買シグナルが100円下げ、で買いシグナルが寸前銘柄が14、そして買いシグナル転倒が3。 特に、日本、板ガラスとか、東京製鉄は、そろそろ多少の反発がありそうだ。えそして、えー、売りのチャートになり、そう売りのチャートが、マクビと JTP、売りシグナルはなしということでした。で、まあ、くれぐれもね、皆さんにいつも申し上げてますけど、よく検討した上で自己責任で売買してくださいね。えー、ということで、こんな状況でした。あ、そう。 それで今日ちょっとあの、無駄話しますけど、えー、最近ちょっと眠れないのは、音楽のね、制作が進んでいて、で、昨日もずっと、えー、土日もね、ずーっと音楽制作のことやってて、で、昨日は夜中に何をやったかっていうと、このマイクのね、テストをやってました。これ映すとね、知ってる人は、あ、青川芸じゃんとかね、あれこれ C414 じゃないのって思う人いる <laughs> いるわけないか。 これマイクで、えー、まあ、レコーディングのマイクです。C4214 というマイクで、これは僕の30年ぐらい前に15万円ぐらいで買ったマイクなんですけどね。今ね、これのちょっと品番が変わったやつがね、ヴィンテージで40万とかね、30万、40万の値段がついてたりするんですが、で、僕のもね、それぐらい高いのかなと思って調べてみたら、これはまあ、今は逆に値下がりしてて、8万円ぐらいでした。ほわんほわんほわん。<laughs> 買った時は半額ぐらい。 になってるんですけど、このマイクを、これでマイクで喋ったり、ちょっと歌ったりして、録音テストしてたんですねで。他にも僕マイクいっぱい持ってて、まあ10本ぐらいマイク持ってて、その、それをいくつかは処分したんですけど、今3本に絞ってて、で、もう1本がこれですね、これはね、ノイマンっていうね、マイクで、ノイマンっていう会社のマイクで、これはね、なんだっけな、えー、っとね、TL、TLM102 ってマイクです。 ノイマンって言ったら、昔は80万とかしたマイクなんですよね。で、これ TLM102 っていうのは、ちょっと前に、僕が買った時は6万円ぐらいでした。確か。5万か6万でした。それが今は倍の12万ぐらいに上がってるっていうね、マイク。これもね、いい音が取れるんですが、このマイクのテストをしまして、 もう一つ、オーディオテクニカの、まあ知らん人はね、これね、マイクどうでもいいやって話になるんだけど <laughs>、これはオーディオテクニカの、えー、AT4040 っていうマイクなんですけどね。これちょっとなんか、ショックマウントっていうんですけど、このね、えー、振動をちょっと軽減するようなこういうマウントに乗っていて、ちょっと高そうに見えるでしょこれが実は一番安くて、買った当時4万円ぐらい、えー、3万円ぐらい。で、今は4万円ぐらいに値上がりしてるっていうマイクなんですけどね。 今ね、こういう録音機材って大体外資で値上がりしていて、えー、なかなかね、えー、マイク高いんですよね。で昨日テストした中で一番良かったのは、このね、一番古いこのマイクがね、すっごいいい音で声を捉えてくれてで、この後レコーディングしていくんですけど、このマイクを使っていこうと思ってて、C414。これをね、使っていこうと思っても、30年ぐらい前に買ったやつですけどね、まあ、気をつけて湿気とかにあ 当たらないよううにしっかりこう、えー、乾燥剤を入れて、えー、保管してたりしたんですけどねその買いあって、えー、10年ぶりぐらいに使ってみたんですけどちゃんと音が拾えていい音で入りました。そんなことやっててでなんかね音楽作りにすごい頭がねうわーっとこう集中していってすごいなんかねちょっと興奮状態みたいになって夜は眠れなくなって。えー 最近だから4時間とか、<laughs> また5時間とかしか寝れてなくて、それでね、ちょっと今日は夕方にだからもうね、頭が痺れて、もう何も考えられなくなって、えー、眠くなっちゃって、それで、えー、瞑想して休んでましたんで、えー、今日は1時間ぐらい休んでましたかな。で、で、動画を送れました、えー。ということで、今日は、今日はちょっと前にもらった、えー、家さんからのメールをね、紹介しておきたいと思いますが、 えー、3月20日にもらったメールなんですが、イエイさんからね、こんにちは、イエイですということで、ラジオ絵様ということで、いつもメールありがとうございます。えー、これは先週のね、月曜日のにいただいたメールなんで、今日はお絵様の動画の休みだ、自分で休みを進めておきながら寂しいけど、お絵様が休めているならよかった、などと思いながらで会所に立っていましたら、相場天気予報の配信通知が、えー、先週ですね、先週休むかもしれないって言ってましたからね。 作業途中ですぐに見られ、は見られず、少し経ってから再生しましたら、いいね数がすでに70くらいついていて、あ、今日はちょっと遅れを取ってしまったと思いながら拝見しました。いつもはもっと早いのです。たまにいいねで1番を取ることもあります。ありがとうございます。そんな一生懸命いいねつけてもらってありがとうございます。えー、せっかくの関節不士を断念しての動画配信。いやー、あの、月曜日はね、良くなかったんですよ。えっ、ー、と、今週の月曜日とかね、全然ダメで、 で、今週も今ね、今日もまあ、全然富士山良くなくて。なんかだけど、ツイッター見てたら、今日の富士山をすごい綺麗に捉えてる人が、ツイッターに写真上げてて富士山の。これどっから見た <laughs> これどっから、どっから撮ったこれありえんだろうと思って。えー、だって今日はいろんなライブカメラずっと調べたけど、どっからも富士山見えないんだよね。 で、その、でも、その人の写真を見たら山梨の方から撮れた撮、撮ったっておっしゃったんですけど、書いてあったんですけど、ちょっと不思議で、まあ、た確かにね、静岡が方向から見るよりは、山梨方向から見る方が、えー、雲に邪魔されずに富士山が綺麗に見える確率が高いと思いますけどね。最近の研究によれば。なんですけど、だから、静岡の方から富士山見えないときは、わーっと走っていくんですよ。 わーっと走って、えー川、えー、川口湖じゃなくて小路湖、小事故。小事故の方とかね。にわーっとこう、走っていくと、川口湖まで行かなくても、小事故あたりまで走っていったり、えー、ね、していきますと、結構見え、見えたりするんだよね。はい。なんですけど。で、だから、今週月曜日はね、あ、先週月曜日は全然見れなかったんでね、行かなかったんですよね。 え金曜日夜トレでメールを読んでくださりありがとうございました。視聴1回目は金曜日夜のストレッチをしながらタブレットで拝見2回目は何回も見られるんですか <laughs> 朝コーヒーを飲みながらスマホで3回目は同じく土曜日夜に夫のタブレットで夫と大笑いしながら拝見しましたいいね押してもらいましたありがとうございますご主人も一緒に見ていただけるんですねありがとうございます何というか仲むつまじいというか何とも言えないこの中の良さげな えー、良い雰囲気が漂ってまいりますね。はい。<laughs> え、親様のコメントにお返ししたいと思います。強風で眠れない、えー、原因ってことですか私が飲んでいる花粉症の薬が今時びっくりな眠くなるタイプです。なんで <laughs> なんでなんでこれ古い世代のアレルギー薬で今眠りに、眠くなりにくい第二世代タイプが主流だそうですよ。そうですよ。 僕も昔ね、この古いタイプのアレルギー薬飲んだことあるんだよね。最初、あの、花粉症になり始めた時だけど、もう本当に眠くて、どうしようもなくて、こんなんだったら鼻詰まってた方がいいやぐらいの感じでしたよね。<laughs> 最初はもう本当若い頃は僕ね、やっぱり免疫力が強かったんでしょうけど、本当花粉症大変でね、もう頭おかしくなりそうになりましたよね。<laughs> 本当に。えー、で、今は眠りにく、眠くなりにくい。 タイプが主流僕も今これをね、使ってますけど、えー、このあたりのことは薬剤師である餅巾着様のご専門、餅巾着様お元気かな、えー、花粉症真っ最中のこの時期、餅巾着様はきっとお忙しいでしょうね。ね、餅巾着さんはどうなっちゃったんかな <laughs> 寂しいな。ね、どうしてらっしゃるんでしょうかね。ね えー、そして、夫と一番大笑いしたのは、親父様も風の音に全く気づかず、熟睡。そうなんですよね。まあ、寝てる限りは何にもわかんないですね。えー、たともうすぐ近くに雷がズガーンと落ちても、多分分からないんじゃないかなっていうぐらいな熟睡ですね、僕は。で、えー、あの風を知らないのっていう、親い様と奥様との会話、夫と私の再現フィルムかと思いましたね。 え朝起きた時にうちの大丈夫さんがね「昨日風邪ひどかったよね」って言,わ言ってるんだけど「は?」みたいな <laughs> で「は?」って言うとなんかやっぱりこっちがね鈍感みたいな感じになって負けた気がするから、えー、って言われた時には「ああそうだよね」っていう時もあるけどで言いながら全然知らないっていうふうにね、えー、そんな感じの会話になるんですけどね。 私は雨の音で目が覚めます。僕は雨の音はまあ、帰ってよく眠れますよね。だし、難聴だからね、雨の音ぐらいの、あの、なんか微妙な音は聞こえないですね。<laughs> 聞こえない、えー。もともと、夫に夜中雨すごかったよねと言っても、へ <laughs> 雨降ったそう <laughs> っていう、こんな調子だっていうね、えー。場所の問題かと思い、お互いの寝る場所部屋を交換したこともありましたが、聞こえるのは私だけ。 どこなら安眠できるのかと、えー、寝室には不向きと思われるリビングやウォークインクローゼット、はたまたグルニーで寝てみたこと寝てみたこともありますが、えー、窓は積層ガラスですし、築10年ちょっとのそんなに古くはない木造小建てなので、これはもう神経過敏のせいなどだと、自分の性格改善に努めることにしていますが、なかなか難しい。まあ、ね、女性の方が敏感なんですかねね。あとはやっぱり、 女性の、えー、とあるる年代になると、えー、すごい眠りづらい年代があるみたいで、えー、そういう影響もあるかもしれませんよ。ええー。まあ眠りにくいっていううちの人も眠りにくいって言ってます。だから僕も睡眠少ないけどよく聞いてみるとうちの人も、あのー、うちの嫁さんもねそんなに眠れないっていうことで2時間おきぐらいに目が覚めるって言ってましたね。 差分はまた、だから、そういう女性特有の眠れない季節 <laughs>、眠れないえ年代かもしれません。まあ、どうなんだろうな。だから、お医者様にご相談されるのも一案かと。それこそなんかね、ホルモンバランスの関係もあるみたいだから、もしかしてとも思うんですけどね、多分、そういうところは気を使っておられるから、 どうでしょうね。でも、ずーっとなったらしょうがないけど、もしね、えー、今だけだったら、まあだから眠りの問題ってだからね、あの、これ今聞いてらっしゃる方で、眠りの問題を抱えてらっしゃる方、えー、ちょっと手を挙げてみていただけませんか。ほら、ほら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 ,ほら、いっぱい手を挙げるでしょう。<laughs> これ、眠りの問題いろいろあると思うんですけど、結局、寝つけない。で、ね、寝ついてもすぐ目が覚めるとかね。 えー、眠れすぎてしまうとかねいろいろあると思うんですけど睡眠の問題はなかなか難しいで僕はずーっと夜型っていうか明日なんだ昼夜逆転逆転みたいな生活しててでここ2ヶ月あまりやっと朝方の生活になったんだよねだから、えー、朝,朝日動画もね昼に結構早い段階で動画出してますよね あれができるのは朝方の生活にしたからなんですけどね。そう改善を今まで何回やっても全部ダメで、やっと60、今3歳になって、50年ぐらいかかって、やっと朝方になってきたかなって感じなんですよ。<laughs> 50年かかったっていうね、睡眠の改善にね。さあ、ブーファーまた購入されたのでですね、3つ、4つ持っていらっしゃいますか。3つ目ですね。 ヤマハにとっては上様はロイヤルイヤープラチマカスナカスタマーですよね。500万ぐらい買ったかな <laughs> ヤマハの製品はね。私は電子メアのと以前ヨルトレで上様が勧めてくださったスピーカーの2製品だけ持っていますが、もしカスタマーサポートにコンタクトをする機会がありましたら、御社の乗降客ですっていうふうに文句を言い添えません、ね。あ、いや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 。あんなこと言ってもね、あの、ヤマハの サポートさんなんて何とも思わないし、またあの逆にイエイさんがああの、えー、あのサポート打ち切られたりするといけないから <laughs> 知らないふりをしておいてください。あのプライド高いんで、ヤマハのカスタマーサ,サ,サポートはね、知らんけど、人にもよるんだろうけどね、僕の問い合わせってセクションは、えー、DTM 関連のセクションでしたけど、えー、まあちょっと結構、はい。<laughs> でもね、あ、これ報告しましたっけ あのオーディオインターフェイスっていうパソコンとその、えー、マイクだったりパソコンとスピーカーだったり繋ぐ機械を変えてみたところが完全にその前のソフトの不具合は解消しました。おいやま <laughs> 自力で解決してやったぜ。おい <laughs> とか言って。<laughs> おいこっちの声の方がいいのかな。おいやは。自力で解決してやったぜ。 まあどっちでもいいよね。自力で解決しました。結局、だから山田のサポーター、頼りにならないから、自分でいろいろね、とにかく調べられるだけ調べて、できることを全部やっていったんですけど、そしたらね、ついに解決しまして、それもあって、だから、えー、音楽にばーっと熱が入って、これは音楽作れるぜってことになって、で、うわーっとこう、今、活性化、脳が活性化して、でマイクのテストもしたりなんかしていて、それで、えー、眠れなくなっちゃったんでね、今ね。でもまあ、大丈夫ですけど、 これはだからね、あの、おっしゃらないでいただいた方がいいと思います。あの、ご自身への、あの、せっかく、ご自身へのね、あの、えー、風当たりがせっかく今大丈夫なのに強くなっちゃうといけないんで。<laughs> まあ、しかし本当に僕もたくさん山の製品はね、若い頃から買ってきたけど、まあ、昔のカスタマーサポートってやっぱりもっと親切だったよね。お客さん第一みたいな感じで。今は、 えっと、企業全体がそうですけど、客でも文句言うやつは許さねえみたいなね。そんな風潮になってきて、だから、最近のね、回転寿司の話もあるけど、あれはまあ、もちろん悪質なんですけど、大体どのサポートに電話しても、だいまず電話がないじゃない。で、電話が繋がったかなと思うと、えー、この電話は、えー、寝室向上のために録音されていますとか言うんだけど、あれは要するに、えー、クレーマーの クレーマーのは許さないぞと。クレームをつけたら、それは録音されてるからなっていう脅しだよね <laughs>。だから、カスタマーサポートに電話した時に、まず、クレームは許さないよっていう、録音してるからなっていうところから始まるんだよね。まあ、どうかと思うけど、ね、僕もね、あの自分のチャートリ学っていうソフトを販売してるから、サポートはやってますけど、まあ、どうですかね。まあ、その、 まあ、うちは別に録音もしないし、で、まあ、うちのサポートは土日、祭日もやっていて、えー、早朝でも深夜でも、えー、一応電話してみてくださいと。出れるとは出ますからと。えー、土日でも祭日でもね。で、僕も寝るときは電話来てますから、そこは繋がらないんですけど、でも僕が起きている間で、今、サポートを受けれるなっていう時間帯は全部電話オンにしてるんで。で、だから、この間も、 あのお風呂入ってたら夜中になってました、電話が。で、その時はお風呂の中だったんで、出れなくて、翌日朝ね、折り返しましたけど、えぇ、ーね、うちの場合はサポートはもちろん無料ですし、えー、まあ、ご希望の方は LINE でもサポートしてるし、LINE、メール、それから、Zoom の遠隔サポートですね、どうしても解決しない時はね、 でやっててで、今まで解決、お客さんのトラブルが解決しなかった例は僕の記憶する限りはゼロです。で、どんなトラブルも全部解決してます。解決はして、解決してないトラブルはゼロだと思います。してない方いらっしゃいませんよね。解決してない方はちゃんとメールか電話で言ってください。<laughs> 諦めちゃダメでしょ。ちゃんと最後まで僕はサポートしますからね。はい。ただ、あの、あの、お断りしとかなきゃいけないのは、あの、 全部聞かないで。<laughs> マニュアルに書いてあることまで聞かないでください。ねマニュアルにマニュアルはそのためにあるので、マニュアルを読んで書いてあることは、マニュアルで勉強してほしいのね。で、マニュアルに書いてないことだったりで、マニュアル読んでも解決しないことで、えー、聞きたいってこと、方は、もちろん、全然問題なくあの、サポート、電話してきてもらっていいでしょはい。ね。えー、っと、サポートの仕方しますよね。うちはだから逆サポートもしてますよね。 あの、エラーが出るとね、うちの方にこう、前も話したことあるけど、エラーが出てるよってメッセージが来るんで、システムがね、教えてくれるんで、こと、あー、この方がエラー出してるな、なんか困ってるなって、こっちから電話して、お困りですよねって言って、こっちから電話して、えー、なんかエラー出てますけど、どうされましたかとかね、どんなエラーが出てますかとか言って、こっちから電話するという、そんなサポートをやってる会社はあるのだろうかと思うんですけどね。でもね、ほんとやっぱりサポートは、 え、ユーザーさんの頼りなんでね、やっぱりしっかりやってあげないといけないよね、と思ってますけどね。そういうのを自分がやってるだけにね、ちょっと通り一遍のね、サポートでこれ解決しねえなっていう提案、えー、ような、えー、対処法しか提案されなかったから、これ解決しないよねってんで、えー、実際解決しないしって言ったら怒ってっていうね。はい。もういいけど。<laughs> もういいよ。解決したからいいけど。まあ、だからちょっとヤマハとしては、 まあ、いいや。<laughs> ね。もうちょい違うサポートの仕方もあるんじゃないかと思うんだけどな。どうかなと思うんだけどな。えー、今、サポートがないね、世の中だから。だから山幅サポートしてくれるんだけど、その他のメーカーではサポートらしいサポートがないメーカーも多いからね。まあ、その意味ではね、ちゃんとサポートはしてますけど、内容がね。えー、ね。はい。<laughs> いいですもう今後はもう自分でやる自力で解決するどうせあそういうことしかまあだから自分が思いつくようなアドバイスしか受けられなかったからねもう分かっただから分かったホル <laughs> モン療法ですが夫が摂取しているアプリはセセレクシ,セラクションセラセラアクティンセルアクティンという成長ホルモンの分泌を促すアプリですこれね調べてみたんですけど めっちゃ高いじゃん。<laughs> なんか月5万円ぐらいよくわかんないけど。なんかね、だから、1年、うん、多いのは50万とか書いてあったけど、すっげー高いよね、これ。ねえ。アンチエイジングのサプリのようで、お会い様にお伝えするためにネットで検索してみたらわかりやすいのがあったので、リンクを貼っておきますね。いかがは東京美容外科のページです。か関係ありませんがということで、ここを見ると情報が見れるそうですけど、僕もちょっと調べてみたんですけど、 えー、すごい高いなんかサプリでしたね。で男性ホルモンの方は、えー、男性のあそこに塗るジェルというものを証拠されています。おう、<laughs> ほい、ほい。えー、音はお風呂上がりに塗っているです。あれそんなこと言って、読んじゃっていいのかな <laughs> ちょっとなんか、大丈夫かなえー、3ヶ月おきぐらいの血液検査でテストセランチをチェックしながらのケアという感じ。まあでも、恥ずかしいことでは僕はないと思うんですけどね。 ワイ様の気力と体力、そして体調が健やかに整うよう祈っております。えー、頑張って短めに書いている朝がなぜ長くなるいつものことですが、今日も、えー、今回も書き足りないことがたくさん残っていますが、またの機会に、いつも楽しくてたまになる有益な動画ありがとうございます。でもやめたくなったらし無理しないでくださいね。音楽動画も楽しみにしています。加工歌動画、時々拝聴しています。イエイさんからありがとうございました。僕もだから、この塗るやつね、 とかをでもね、僕、あの、一回聞いたことあるんだよね。あの、泌尿器だったかなの先生に聞いたら、注射しかないよって言われて。で、えー、その頃はもっと今よりも気力が衰えたんですよね。2018年の頃。あの、一回引退して、引退実験やって、で、仕事がない状態にしてみたんですけど、そしたらもうなんかね、全然ダメで、で、なんか打つみたいになっちゃって。 それで、えー、その、泌尿器の先生の知り合いの方がいたんで、聞いてみたら、それはまあ、あの、ホルモン治療はいいかもしれない。そういう無気力にはね、効くし、その、中年鬱つみたいな感じになってるんだったら、ホルモン治療いいかもしれないと。まあ、まず検査してみましょうかって言われて。で、だけど、それやらなかったんですけどね。その後また仕事やり始めたら元気になったから。<laughs> で今、今もね、だから、 結構ここのところは今最近はこの間ちょっとねめまいがしたりしたんですけどこう最近はえまた音楽の方がえちょ調子がよくよ,よいというか、えー、今いろいろね、えー、調子が上がってきてるんであもうそろそろだから音楽の作品が作れそうな感じになってきてるんですねだから、えー、それで活性化してきていて今また気力はちょっと出てきた感じなんですけどね でもまあ、年も年ですから、僕もこのテストステロン、テストステロン値をチェックしながら、ええー、まあ、テストステロンを補充するようなホルモン療法みたいなものを受けてみるといいのかなぁとは、ちょっと思ってますけどね。はい。ちょっと何日か前に、すごい気力がなくなって、その時に特に思いましたけどね。その後また盛り返してますね。<laughs> えー、いろいろ情報ありがとうございます。あの、本当に赤裸々な情報 <laughs>。<laughs> ありがとうございます。そうなんですね。こういうジェルがあるんだね。ねえ。僕が聞いた限りでは注射しかないよって言われて、言われたんで。ねえ、なんか最近では、えー、プロスキーヤ冒険家の三浦、えー、さん、三浦、何さんだっけ三浦雄一郎さんか。が、えー、 こういうね両方やってすごい気力上がったって話をどっかに書いて週刊誌かなんかに書いておられたのも読んでそれで興味を持ちましたけどね僕もちょっと検討は引き続きしていきますこっちの高い、えー、この、えー、やつはねセル・アクチンっていうのはちょっとなんかちょっと僕はあんまりこういうのってねちょっと抵抗があったりするんだよねホリエモンも確かなんかこれを取ると、えー、若返るよみたいなのを言ってて で、それを、えー、彼も摂取してるっていうのを聞きましたけど、そういうのはどうかなちょっと自然に逆らうような気がして、どうかなと思うんですけどね。いいのかもしれないけど、ちょっと怖い。なんか実験台になるみたいな感じがするんですけどね。まあ、でも、よく調べられた上で多分お使いなんだろうと思います。で、このあたりのジェルのあたりはね、ちょっと僕も調べてみたいと思ってます。はい。そんなのがあればいいのと思うんですけどね。 それやってみてね、どれぐらい効果あるか。やっぱり、こう、活力がこう、増してくるのか。<laughs> どうなんだろうね、<laughs> ねえ、と思うんですけど。えー、ということで、今日も、えー、45分ほどお届けしてまいりましたが、えー、この後はね、動画アップして、今日はちょっと時間があまりない、なくなっちゃったけど、ちょっと音楽をね、この後やりたいと思ってます、えー。ということで、今週も始まりましたね。 えー、今週は3月期末どうなることかというところですが、相場はもみ合い。あんまり面白い値動きではないんだけど、まあ、最初にも言ったみたいに、こういうもみ合いの時に、えー、無理にエントリーしますと、微妙に事故るので、えー、まあ、上がる、下がる、どっちかはっきりするまで待ちましょう。それがいいんじゃないかなと思います。ヨルトレでした、えー。皆様、また明日お会いしましょう。